自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したとの情報をキャッチしました。今回は、馬毛島着工から、1年工事の進捗状況と完成はいつなのかを詳しく見ていきますね。いつの間にか馬毛島基地と呼ぶようになり、基地に変化していると感じたのは私だけでしょうか。工事費用も当初予定の2倍となりつつある中、日本は防衛戦略の見直しが急ピッチで進んでいます。全く馬毛島売却の話が進まなかったのにね。2024年3月1日、昨年2023年1月12日より、自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島において、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したことが、防衛省の報告によって明らかにされた。馬毛島は、行政上の区分では、鹿児島県の西之表市に属する島であり、西之表市は、地理的には、馬毛島から見て、東方向に 12km ほど隔てた種子島北部を主とする自治体で、人口は2024年2月頭の時点でおよそ1万4千人となっている。この西之表市に属する馬毛島は、日本政府が買収を行うまで、一民間企業のタストンエアポート社が、ほぼ島の全域を所有しており、少数の同社の関係者が居住はしていたが、それを除けば事実上の無人島と言える状態だった。日本政府による馬毛島の買収額は、2019年1月には、最終的に、およそ160億円で決着を見たが、その後も買収契約をめぐっては、二転三転する事態が続いたものの、同年12月、頭に、両者が、大筋で合意に達したという経緯をたどった。これにより晴れて、馬毛島の大半を買収によって取得した日本政府は、防衛省を通して、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う前提で、2022年月末から、その実施が、同島の自然環境に与える影響を評価する環境アセスメントを開始した。そして、この環境アセスメントの実施と並行して、防衛省側は、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う工事事業者を募る入札を実施、その是非に、賛否は、ありつつも、翌2023年1月から実際の工事に着手した。今回はこの一連の馬毛島への自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設の第一段階として、工事の開始から1年強を経て最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したという状況であり、マスコミ各社が報道を行ったと言えよう。馬毛島におけるこの最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したというニュースは、それまで一民間企業が大半を所有していた同島にとって、基本的なインフラが存在しなかった状態を一変させたものだと評価できるだろう。こうした馬毛島の基礎的なインフラ整備に必要な資材は、鹿児島県本土の一菊式の市をはじめ泉、鹿屋市、そして同じ離島の奄美市などで必要なコンクリートブロック等の製造を行い、晴天時に専用船で運ばれている。鹿児島県内に泊まらず、こうした必要資材の製造は、大阪府、三重県、長崎県などでも実施されており、最終的には、2023年1月の開始から数えて、4年の工期が予定されており、これを実現し、2027年中の完成を目指している。馬毛島でのこれらの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事に従事する人員の総数は、同島と隣の種子島で、2023年末の時点で、すでにおよそ2800名規模に達しているが、今後も最盛期には4000名規模になることが予定されている。その場合、その工事に従事する建設作業員の収容には3000室の仮設住宅を完備することとなっているが、あくまで仮設住宅であり、その居住環境については複数人で一部屋を使用する必要も生じ、その意味ではストレスも予想される。そのような環境下で今回仮設とはいえ、一つ目の桟橋が完成を見たことは、作業効率の大幅な向上に寄与すると見されており、離島であるが、故に天候に左右される工事であるものの、24時間を3交代で進める体制が可能となった。
そして、この負けじまいの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事は、防衛省と国土交通省の2つの省庁が協調する体制で進めれており、必要となる滑走路や港湾設備の土木工事については、受注したゼネコン各社との随意契約が行われている。これらの馬毛島での設備建設工事の費用は、当初の見積もり上ではおよそ1680億円という金額が試算されていたものの、相次ぐ請負事業者とのその後の随意契約によってありがちな展開とはいえ、すでに倍増以上のおよそ3500億円に達したと報じられている。そのため、これも、こうした随意契約での増加に警鐘を鳴らす声が、一部のマスメディアから発せられる状況となっており、2024年度までの累計でおよそ8821億円に上っている総工事費用は、関係者の多くが1兆円を超過する可能性が指摘しているとの報道も散見される。こうした傾向は、馬毛島の件に限らず、沖縄県の在日アメリカ軍の既存の普天間基地を辺野古へと移転する計画でも同様とめされ、辺野古への移転工事も、総工事費用は、現時点でおよそ9300億円とされており、こちらも、さらなる増加の懸念が指摘されている状態だ。いずれにせ、予言在の日本を取り巻く経済的な環境は、これらの工事に対しても、慢性的な人手不足をはじめ、世界的な物価の高騰を受けての資材価格の上昇も確実視されており、費用面で一部のマスメディアの指摘通りとなる公算は極めて大きいだろう。しかし、在日アメリカ軍の普天間基地の辺野古移設にせよ、馬毛島における自衛隊の新たな基地の建設にせよ、今の日本の置かれた中国の軍事力の脅威の増大を鑑みれば、多少費用がかさんだとしても、取り組みは必須の課題だと個人的には感じる。南西諸島方面の中国からの軍事的な圧力の増大傾向が一層強まると予想される現在において、新たな軍事拠点の整備は、残念ながら進めざるを得ない喫緊の課題であり、防衛費の増額が果たせた今こそ、同時並行で進めていく機会ではないだろうか。さて、馬毛島の自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設であるが、防衛省の計画によれば、今回仮設とはいえ完成した一つ目の桟橋は、道東の北側に設けられる二つ予定のうちの最初のものであることが確認できる。防衛省が公表している馬毛島の計画は、同省のホームページ上では、航空自衛隊の馬毛島基地、仮称の施設配置案として公開されており、これによれば、桟橋は、北側から、島を時計回りにして、3カ所の仮設設置が予定されている。そのうちの北側から2番目のものが今回完成を見た仮設の桟橋ということのようだが、こうした仮設の3つの桟橋の下、南側には防波堤を含む大規模な船舶の係留施設や、さらにその下、南には2カ所の揚陸施設の建設が明記されている。馬毛島基地、仮称の訓練設備として、その中心となるのは2本の滑走路であり、道東の中心部に、北西から南東方向に位置する全長2450メートルのものが主で、横風発生時に使用する2つ目の滑走路は、北東から南西方向に1830メートルのものが想定されている。これら2本の滑走路の周囲に、馬毛島基地、仮称の運用を支援する、管制棟をはじめとし、基地に滞在する関係者の宿泊等を行う施設が配置され、さらに航空機用の駐機設備である格納庫や燃料貯蔵施設が、その南東側に設置される計画となっている。また、メインの滑走路の南西側には、特定の航空機用の訓練設備が配置される予定となっており、具合的には、ここでは、航空母艦化される出雲、片護衛艦の艦載機とある F-35 ライトニング2B 型や、C-130 輸送機等の不整地での着陸の訓練等が想定されている。馬毛島基地、仮称の運用を開始する場合、防衛省側では、150人から200規模の自衛隊員を配置することを掲げており、当該の隊員とその家族は、隣接する種子島に設置される宿舎に収容する予定であることも公表されている。日本の多数の離島の例に漏れず、種子島も過疎化対策が希求される島であるため、この自衛隊員とその家族用の宿舎は、
西之表市、中種町、南種町の3つの市町に分散して建設され、道東の活性化の一翼を担う点にも期待が持たれている。しかし、何と言ってもそもそも、馬毛島基地仮称を設置する最大の目的は、在日アメリカ軍の航空母艦が入港時に行う艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP 訓練場所の確保なのだが、その日数は年間でも数十日と決して多くはない。したがって日常的には日本の自衛隊が訓練を行う拠点として活用可能となることに大きな意義があると思われ、今後の南西諸島の防衛に向けた大きな役割を果たすことを個人的には期待してやまない。